さるでしょ、目的のものを写さずに、うん、私が見たのは化粧品やったんですけど、化粧品の文字ここにしか書いてないのに、こんなに話されたら見えないじゃないですか。なのに私これ使ってますみたいな、どうでもいいから見せたいんやったら物を見せろよと。あと、なんでしょう、まあ、スタバでもいいですよ、何でもいいんですけど、こう話題のスイーツとかを食べに行くじゃないですか、うん、でそれをブログにアップしたい女子たちは多いと思うんですけど、はいはい、そのね、食べに行ったものが主役なわけじゃないですか。なのにこうパンケーキと食べたよって言って、うん、パンケーキよりも自分の顔も大きい、どっちが主役なのみたいな。もうそれこそすっぴんって言っときながらちゃんとチークしてんのに、すっぴんだよみたいな、そうそうそう、ブサイクでごめんねとか、いや絶対ブサイクやったら載せてないやん、そう、ほんとにそんなことやつ載せろよと。ほんでそのコメントで、リナかわいいみたいなって、そんなことないよ、うんうんかわいいって、うん、ありがとうみたいな。さあ、そして高嶋さん、はい、最近黙ってられないエピソード、12人のバイオリニストのメンバー、毎年3人ぐらい新人が入ってくるんですけど、はい、去年入ってきた新人が強烈で、もう私さっきぶりっ子嫌いって多分書いてありましたね、ぶりっ子大嫌いって言って、もうね超ぶりっ子なんですよ、もうね目を覆うようなぶりっ子なんですよ。いやでも一緒にねやってたら腹立つよね、っていうかオーディションの時点でもう絶対落とそうと思ったら、他の10人のメンバーが、いやあれは絶対ちさ子さん取っといた方がいいですよってみんなが言うんで取ったんですよ。もう着てくるもん何も、どこで買ったのその服とか、もうテレビで言って大丈夫なんですか。ほんまですよ、一緒に活動してるのに、面と向かっていつも言ってるから。そう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 、でちょっとこう髪の毛前髪のこう距離とか、距離っていうの長さとかもすっごい気になるみたいで、いやすごい気になるの、やっぱり前髪の長さってすごい気になるみたいで、ちょっと短すぎた時に「どうしたのその前髪のりみたいじゃん」とか言ったら「トラウマ」とかって言って、ゆっこさんみたいな。